3号で入り口大国町駅は、大阪府大阪市何区直津東3丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅である。御堂筋線と四つ橋線の2路線が乗り入れる。駅番号は、御堂筋線が M21、四つ橋線が Y16、島式ホーム2面4線を有する地下駅である。御堂筋線と四つ橋線の乗り場は、大阪メトロの乗り換え駅の中では、 唯一同一平面上にあり、未同筋線が四つ橋線を内側に挟み込む配置になっていることから、同一方向同士の列車の乗り換えは容易である。通常は、未同筋線は四つ橋線の東側に位置しているが、上り、北行き方向は、未同筋線が四つ橋線の西側に入る、唯一の駅である。上下線とも、未同筋線の位置から五号車部分と、四つ橋線の 二から六号車部分が対面している。1.2番線の住野江公園よりと3.4番線の梅田よりに、御堂筋線と四つ橋線を連絡する両辺り線が設置されている。また、梅田よりには四つ橋線上下線間の片渡り線がある。並走路線において、同一ホームでの乗り換えができる地下鉄の駅は、当駅の他に表参道駅がある。設備は、 エレベーターは両ホームともに、南側階段のさらに南側、地上へは、南改札口から6番で入り口にあり、エスカレーターは3.4番線から北改札と5番で入り口にあり、いずれも上りのみとなっている。1928年当時の建設当初の計画では、大国町田まで間のみの視線的計画が強かった4つ、橋線は、単線ホーム、御堂筋線は、 複線ホームの2面三線式であった。ホーム幅は25尺で設計されたため、それほど広くない。改札口は北改札と南改札の2箇所がある。大阪メトロでは路線ごとにホーム番号が不満されるのが通例だが、当駅は前述した通り両線のホームが同一平面上にあるため、例外となっている。当駅は大国町管区駅に所属し、道管区駅長が 当駅のみの単駅管理を行う。接近メロディーは、1989年当時は、未ス筋線は上り用、四つ橋線は下り用であった。2002年には、未ス筋線が更新されて一番乗り場が下り用に変更。2012年には四つ橋線が更新されて二番乗り場が上り用に変更された。配線図2020年11月10日の1日。 上降人員は25,094人である。これは、御堂筋線の増発区間の中では、動物園前駅の次に少ない。四つ橋線の駅では、乗り換え駅上位独占7駅の中では最下位である。最寄り停留所は、国道25号上にある地下鉄大国町であった。かつては、以下の路線が発着し、大阪市交通局により運行されていた。ありがとうございます。